どうもパーティーです。あー、乾杯。乾杯。ただいま。もう3時やで。もう3時。いや、というわけで本日は片付けがほぼ終わりました。というわけで今から飯タイムです。カツオのたたき、オニオンスライスのせ、ウニのせ、そして隣のおばちゃんからもらいました鮎3匹鮎です。これちょっとね、第一陣やな。第一陣ですね。はい、食べますか。食べた？どっちが行く？鮎かカツオのたたきか。鮎やん。鮎から行く？うん。おー、いいね。じゃあ、俺2匹食べるから、大きいの1匹食べて。うん。うろこ取って、飾り地をして、内臓も取ります。食べようか。これどうやって背中から食うんかな？うん。すごっ。美味しそうだね。いただきます。すっごい。めっちゃうまい。どうやったらいいの？背中か、これこれ。え？すごっ。ジネリさんって両手でもちやろ。うん？ボロボロになってる。うんふん。めっちゃ美味しい。うん。なにこれ。きれいってるな。めっちゃ美味しい。うまっ。すごっ。もっともらってよかったな。熱かましいわ。え、これ写真撮ってみたかと思う。うまい。俺初めてさばいたの。ほんまや。内臓出して。それ一匹残ってるから。残ってる。悲しいな。一匹だけ？なんか悲しい出来事があってな。寂しいな。一匹だけって。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ美味しい。しかもめっちゃ綺麗に残ったな。うん。魚教えてもだから。ペットボトルのキャップで。ね。めっちゃ綺麗に残った。じゃあほら、魚。ん？これ。めっちゃ綺麗に残った。取れてる？鱗は取れてるけど。うん、取っとくのこれ。一、うん、匹じゃいいの。悲しいな。三匹なのに。ああ。二つのたぶん。しかもなんか一番小さいやつ悲しくなってんな。うまいな。一番大きいのあなたにあげたから。うん、思った。めっちゃ綺麗やんと思った。一番うまい子焼けたやつ、うん、傑作やね。傑作やね。カツオの太鼓ちょっとでかいの返すになっちゃう。欲張りだな。いただきです。うまい。うん、ちょっと取り方がすごい微妙やけど。食べたのあんまり映さない方がいいかな。うん、いただきます。最後いただきます。うまっ。オニオンスライスね。うわ、めっちゃ美味しい。ほんまに綺麗とか。綺麗でいいだよ。うん。めっちゃ猫が寄ってるやん。ネギが並んでる。うん。順番待ちやな。ないからお前。うん？お前らじゃないから。パーティーは続きます。西日みたいな時だな。うん、全然大丈夫。いやそういうの取られたくないもん。出来上がってからしてほしい。今でいかに取れるか。取らんといて、マジで嫌や。おばあちゃんの、ね、おばあちゃんの、ね、作業に。やめて、やマジで取らんといて。これは後で、あの綺麗に飾り付けしてる時に取ってや。分かった。今ご飯はちょっと不衛生。もう取ってしもたから。やめて、消して。マジで3本ピナホンが来てる。いや、死んでも。ピナホンが来てる。じゃあ3本が来てるから。邪魔せんといて、私もやってるのに。いい感じや。ええ感じじゃないよ。手際いいよ、なんか。手際よくないよ。名古屋で天むす作ってるおばちゃんみたい。やめて。おばちゃんみたいな。いい感じ、いい感じ。職人やん、職人っぽい。職人っぽくない。ちょっとマジで全然取らんといて。職人でも取ってやる。なんで取んの。いい感じじゃないですか。やめて、トンブ。マジで出来上がってきてるじゃないですか。あっち行って、マジで。
ちょっとトンボやめたって初めての手料理変態やん初めてじゃあね、この間作って言うたからこれ作ったらいなり寿司な、美味しかったなあとハンバーグ、チーズインバーグ、うん、あっち行ってくださいソースはあっち行ってくださいマジであっち行ってください冷蔵庫開いてんですけどなんかあっち行って閉めてはよやめてあっち行ってよなんでこっち来んのよだいたい雑やねんこう来ます。うん昼過ぎに買ったコーラもう炭酸抜けてんやろできました。じゃこう熱っ。うん。いいんじゃない？すごーい。エビと錦糸卵とカニカマと貝割れ。うまいよ。集中してんの？ハンバーグ。ハンバーガーソース、ハンバーグソースだ。今すごい、今日のバリエーションやばいな。カツオのたたき、あゆ、いなり寿司、ハンバーグ。統一感ないな。お前、笑かしてよ。お前自分で笑ってんの。置いて。ちょっと置いて。うわ、ブス。いるな、こんななんかキャラクター。え、これ眉毛上は。ひどいなお前このなんかこのこのなんかあのバランスのなんでちょっと上に皿の上になってる感じ切ってよじゃあネーミングは私の顔を切らないでって言って切るよ切れやもう切ってよ切って切って早くなんで早くもうカメラ撮ってんから切ってよ早く切ってよもういいから早く切れや早くめんどくさい早く切れやもうええし私じゃあもうええってもう暑いしお前お前めちゃめちゃ暑いよもうええわあ入ってるわすごいすごいやいい感じや、うん、顔ダウンペングってダウンペングあいいよいいよナイスおーめんどくさん取ってくれってお前切ったらええやんお前作ってるから来週食べよってるな何やねん面白いやろ面白いけどいただいていいのもちろんいくよ、うん、多分 バターめっちゃ乗っけてたやろえのきとバターえのきのバターうん、チーズすごいな念願のハンバーグやうん辛さちょうどいいよバッティ見た目と違うカノが作ってたよだけどね見た目と違ってな味はいいよバカすげえ全然やろうやろう白ご飯が食べたくないなそやなここあるやんうまいようんおいしいチーズすごいわ、うん、硬さちょうどいいだろめちゃめちゃとろっと出るやろうすごいな、うん、で玉ねぎもちょうどいい溢れ出てるな玉ねぎもいいやろ、うん、おいしいおいしいなおいしいなうんおいしいなうん、すごっめっちゃ美味しい、うん、ちょうどいい、うん、甘さがちょうどいい、うんうんうん、なあ、うんうん、バターのえのきな、うん、めっちゃ美味しいこの外がしっかり焼けて中がこのジューシーがいいなハンバーグやろうん分かるその外さ分かる分かる中ジューシーそう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 
うん、えぐいなこれチーズ、うんうん、めっちゃ美味しい。ブラブラ。何に対して？いなり寿司とハンバーグは。そしてこれ。うん、赤いとんだらけな、うん。でも大成功やなハンバーグ。うん、味が良ければすべて良し。うまいわ。よかった。いなり寿司いなやっぱな。うん。1.55 分。うん、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 マジ付け上手だ。酢飯の具合がちょうどいい。うん、ちょうどいいな。うん、ただうん、食いつけ、何食いつけそうにはない。お醤油食い切れそうにお腹がいっぱいになってな、うん、コロッケとも食べ出したいぐらい。一家庭もな、うん、夕方の部屋だ、うん、腹膨れてきた。一回寝かそう、ちょっと休憩、うん。9時半です。大稲荷さん残ってます。ちょっと小腹が空いて食べよう。うん。うまい。あ、ソフトだけだ。ウルトラマンタイプ C。プラネット。結構。うん。かっこいい。新水のとこ、ちっこい、使うから。原西フィッシングクラブハマってます。食べれない魚の時は参加しないという覚悟を見つけました。うん、破れてよ。大盛りや。僕も行けないんですよ。スケジュールが甘い。スケジュールが甘いですよっていうことを言うと多分信用しないでしょ。うん、なので、もう僕は一人で来るときだから、もう、りょうさん、岡村さんのスケジュール聞いてません。もしかしたら相手かもしれません。報告しました。今日も一人で。本日も。うん、ザクロスタワー、以前もですね、前回来たのは23年前、ああ、だけで25年前に買ったモンハンウォーク、モンハンナウ、2万歩以上あります。2万4000歩とか、うん、そして、はい、ありますよ、OK、ありますよ、はいって申し訳ない、これがいいんですよ、絶対に歩きすぎ。これ17キロぐらいある。コメントでいただきましたけど、あんま歩きすぎると筋肉も消費するそうです。危ねえや。あー、これどうしようかなって3つ残ってるんだけど、明日の朝ご飯にしようかな。もったいないな。最後に作ってもらった今日はその私がご飯作るんですけど、ペイターさんがいっぱい作ってくれましたんで、ありがたくいただきました。本日はこれにして、あ、ゼリーあるようだな。ゼリーも食べるかもしれません。後ほど。ゼリーを、んゼリーを前回びしょびしょやったけど、これ固まってんの分からん。やってみて。どうやってみる。これ入れたらいいやん。もも、めっちゃ固まってるやん。待って、硬すぎ。グミぐらいあんじゃん。そんなゼリーで硬い。お前やりすぎやろ。今回は次は次で、今回は今回でやばいんちゃう。これやばいやろ。こんなカチカチなる。ちょっと一回行ってみて。はい、でこれやばいんちゃう。硬
った。もう最後にやったな。じゃあもうなんで、スプーンが通らんもん。買った。ちょやりすぎやろこれ。どう考えても。めっちゃおもろい。バレるで。グラス持ってさ、グラス持っていただきます。硬いんやもん。めちゃくちゃ硬いよ。いやもう あれや、あんみつや、あんみつ、あんみつ、あの缶詰のあれあんみつやったっけ、あの缶詰で入ってる、あのさくらんぼとか小豆が入ってるやつ、あれで、あれみたいにしたいんじゃん。で黒蜜か、あれは、あれじゃあ、あのエキスは何なの、黒蜜や、え黒蜜ちゃうやろ、あの缶詰のあんみつみたいな、全然甘ないもんこれ、うん、もう介護食やな。介護食じゃん、介護食のあの鍛えるやつ、ゼリーではないわ。だから、うん、杏仁豆腐とか、うん、あんみつ、お腹膨れるやろ、もうくれんだって。俺もさっき俺もいなり寿司も食うたもん、2つ、ダイエット食べて、もうええし。でもね、まあまあもう残ってないよ、めっちゃ食うたな。缶詰1個分やろこれ、桃の、うん、桃の缶詰って結構なカロリーや、うん、そうそうや。なんかなんか甘いもん足さなあかんって、うん、何を入れんねやほんま、砂糖、うん、何も入れてへんのこれ、あのままやろ、うん、缶詰の、缶詰だけの甘さ、余んないし、うん、余んないよな、低カロリー、なんか、うん、あんみつにしたいの、黒蜜かけないんちゃう、うん、ほんとにリベンジやな。だみかんで、うん、なんかちょっと甘みを入れてやったらいいんちゃう、そうしよう、でも硬すぎるよこれ。一回目は、うん、あ、なんかもしくは杏仁豆腐作ろうや、うん、杏仁豆腐、あの売ってんちゃう、杏仁豆腐は牛乳と、うん、何を入れんの、それは分からへんの、調べよう、杏仁豆腐やねんじゃん、うん、この硬さやったらな、杏仁豆腐よ、うん、簡単やろ、こんなかん、これこれこれぐらいの硬さで杏仁豆腐、うんうんうん、杏仁豆腐やったらいいぐらいの硬さやな、うんうんうん、以上です、ごちそうさまでした、もう中いっぱいです。あ、お疲れさんで、え、コップ持ってきてへんの、うん、飲みすぎや、どんなの飲んでないの今日、飲みすぎ、食べすぎや今日は、お疲れ様でした。